本気でございます。パウチでございます。ゴーストコンテンツです。風邪ひいてませんか。大丈夫ですか。ね。さて、この話もですね。はい。リクエストを今までたくさんいただいてて、もったいつけてたという。もったいつけてた。うん、わけじゃないけど。うんうん、タイミングがね。うん、ようやく来ましたという。そう。はい。それがですね、うん、そのまあある一台の車に、関係する話なんだよ。うん、車関連の会話。そう、人気高いですから。そう、本当に。ゴーストコンテンツ。今でこそね、本当に少なくなったよ、このアストロってのは。シボレーって言っちゃうけどね。まあ、そのシボレーのアストロというワゴンなんだけども。これがね、日本で大流行したんだよ。嘘でしょっていうぐらい流行った。あ、そうなんですね。そう。で、アメ車っていうとイコール V 型の8気筒 V8 エンジンっていう感覚なのに、うん、アストロは V6 なんだよね。V6 で V6 だから V8 よりも2気筒少ないんだから、うん、これは少しでもエコかなと思うと、とんでもないものすごい燃費が悪いんだよ。ああ、うん、そうなんですね。でアメリカの方なんかだと割と、うん、本当の何て言うのかな、商用版として使われる。だからあんまりこうアストロワゴンっていう言い方をする人はいないんで、アメリカの方行くともうバンバンって。うん、一時なんかはもうアメリカでいうとこのバンっていうとこれだったっていう。そうなんですね。へえ。ところがね、その同じアストロの中でも、はい、そのせっかくワゴンなんだから居住スペースがあるんだから、ちょっとこれ豪華にしたらいいんじゃないってね、豪華な感じにちょっとこうハイルーフにして、中にもちょっとこうね、おしゃれなしつらいを施して、うん、木をウッドをこう張ってね、うんうん、そんなふうにしたらもしかしたら売れんじゃねと思った人がいるんだ。これね、スタークラフトっていう、うん、まるでそのキャンピングカーのよう、キャンピングカーではないんだけども、一応キャンピングカー登録をするから8ナンバーになるんだよね、特殊車両になるんだけど、うん、それで、すごく豪華なんだよ。うん、大概みんなこの中ではココナッツの匂いがしてたんだよ、みんな。あ、そうなんです。そうなんだよ。へえ。わかるでしょ、ココナッツかバニラの匂いがしてたはずだ、絶対に。そうだろう。記憶に残ってますか、匂い。缶のこんな、俺が入院したんだ、あれ。そうなんだよ。そうなんですか。そうなんです。ええ、すごい。それで流行らせ元ってことですか。そうそう。おお、すげえ。でね、そうなんや。俺の友達でちょうどその頃だわ。世の中がその若い子たちもみんなこぞってアストロ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 って言い出すちょっと前、ちょっと前にアストロって高いよねって、あれなんかよくない、スタークラフトかっこいいね、あれ何横あれビーってタープ出てくるんでしょ、あれって。へえ、なんかちょっといいな、あれな、いくらすんの、800? バカなんじゃないのって。うんうん、商用車だよ、お前あれ。え、800万も出したの、それに。で、俺は思ってた。うん。その頃に、まんまとそれを買った男がいるさ。うん。それはね、その頃の、割と、お金になった、その証券取引に関係する仕事をやってる男でね、持ってたんだよ、お金をたくさん。なるほど。で、出身が茨城の方なんだけど、ところがさ、この男当時のトレンデーなね、ウォーターフロントという、いわゆるその品川のね、本当にこう水辺が見えるようなマンションにこう住んでくさって。ちょっと言葉が。そうで、車を常にそのビルの地下の駐車場に入れたまんまでもって乗る機会がないんだよ。ね、もうだってもう乗らない。証券の会社やってるやつが都内で勤めてるのに車で通うばかりいないからさ、おそらくさ。ああ、そっかそっか。うん。だからもうほとんど乗ることがない。ただ買って、で駐車場へ降りてってこう眺めて、ね、たまにこうエンジンかけたぐらいにしてさっていうこんなとこも光るんだとか、電動でこうシートがこうブーって「いいねこれ」ってね、めっちゃおもろいわな。それだけの楽しみ方しかなかった。そうなんですね。ところがある日、これを地元のやつらに見せっぺと思ったんだね。それで、仕事が終わって、向かってったその自分の地元へ。凱旋ですね。常磐道へ入って、桜から降りて、行った国道6号を東京方面にちょっとこう戻ったところあたりらしいんだよ。でそこへこう店に行って。そしたらもう地元のやつらが「うおおめえ本当だったのか」とね、買うって話を聞いてたけど「これお前いくらすんだ」と「800円？うわすっげえな、やっぱりお前稼ぎ頭だな、いいな、俺も欲しいなこんな車」って言うんだって。そこでそのみんなが言い出したのがなんと「ちょっとよこの車に乗ってよ東京の街の中ちょっとぐるっと」。なんか噂によるとお前高速道路ぐるぐる回れるらしいじゃないかそうですね、環状線のこと言ってらっしゃるんだと思うんだよね。でそこを回ろうじゃないかっていうことになって、結構な人数が集まったらしいんだよ。その車自体が8人乗りだったのかな。それに8人ぎっしり乗ったんだよ。それでちょっと俺にも運転させてくれよっていうのができたもんだから、ぶつけんなよな、頼むの買ったばっかりなんだからなって前置きして友達に運転させて、自分は後ろで持っていく、みんなとワイワイやってたんだって。それでその一個だけこう教えてやって、そこ右そのまっすぐ行ったらダメだってやって、右車線行ったよ、右車線で合流そこ合流するから、合流したらすぐ左車線そんな感じでしょ。そんな感じです。まさにそうです。気抜いたら全然違うとこ連れて行かれますからね。それでまあ1週か2週したのか知らないけどさ、もういい時間だし、もう帰ろうやって、地元帰ろうって、俺今日実家泊まるからって、そうか分かったって言って、じゃあちょっと常磐道までちょっと行く道教えてくれよって言って、またこういう湾岸から出て、で湾岸からその常磐道に入って、向かってったわけだ。そしたらさ、しばらくこう走ったら、特にその休みの日なんかだと、夜中だと、車の量がこうわっと減るんだよね、常磐道あたり。今みたいにいろんなところとこう連絡してないから。それでそこをこう走ってたらさ、自分はいい気持ちになって後ろでみんなとこうワイワイやってるじゃない。あれおいおいなんだあれ事故だ、事故やってるって言うんだって、その前にいる2人がね。えっって言って、そういうこと敏感じゃないみんな。えっって言って乗り出して前を見たら、中央分離帯のあたりに1台車がかろうじて、それがそのスープラだって分かったんだって、テールランプかなんかだけ見て。だけどもうその他はもうほとんど車の原型がなくて、大事故で、そこにおそらくそのたまたま通りかかった道路公団の車がそこにこう止まって回転灯を回して、で行ってください行ってくださいってこう棒振ってたと。その周りにはその1台のその公団のパトカー以外一切緊急車両はいなかったらしいのよ。本当にだから今やったばっかりっていう感じだったらしい。まだ来てないんですね。それでこうスピードを落としてこう見ようと思ったら「行って行ってダメだ行って行って!」って言われて「おおそうだもう後ろから突っ込まれてもやべえぞ行け行け行け」って言って走り出したのって。そうしたらそこから何十メーターか進んだら「あれな、うわなんだあれ!」って2人がまたそのいう声にびっくりして、みんながうわっとまた乗り出してみたら、なんとそのおそらくその高速隊の人たちは気づいてないっていうのは鈴が言うんじゃね、気づいてないんだけど、そのスープラから放り出されてぶっ飛ばされた人がそこに中央分離帯のところにもう人間の形じゃない形でこうそううわーってみんななんですうわすっげえ血だってマジかそうだけどさすがにそう本線上で、しかもその追い越し車線上だから、その止まるわけいかない、うわこれどうするって言ったんだけど、いいからちょっともう俺ダメだ気持ち悪い行って行けってやつらもいて、でしょうがなくそこをこう通り過ぎちゃったわけだよな。だけどまあちょっと後ろに後段の車がいるし、まあその辺までその破片を飛んでるから、おそらくこの後見つかるだろうって、まあまあ時間の問題ですよね。って言って結局はその先降りちゃったわけで、下道降りたわけだよ。でそこから今度は自分たちの地元に戻ってくるには、降りたところの道を東京方面に戻んなきゃなんない。はい、でしばらく戻ったところを今度は県道に入り、町道に入って、どんどん道がこう田舎道になっていくわけだ。するとある道に出た時に、両側がずーっと畑だったり田んぼだったりする、その真ん中をずーっと行ってる、まっすぐにストーンと行ってる道に出るんだって。その道に出て、じゃあ1人目誰を送ったらいいんだって、この話を前のやつがこうしてるのをやつが聞いてたと。はい、そしたら突然「おーおーおーあー!」って声がしたと思ったら、ドーンとブレーキがかかって、みんながもううわーって感性の法則で前にぶっ飛ぶわけじゃない。ほいでみんな上とかにも頭ゴーンぶつけるやつもいて、「行って何やってんだよ」って「どうしたんだよ」って言ったら「やべえ」ってそのハンドルをねこうしながら「やっべえ俺人生終わった」っていうんだって。その時にはその車の持ち主本人は後ろに座ってるわけだから、はい、お前ちょっと待ってくれよ、なんか跳ねたのかよって言ったら、いやーもう終わった、いやー終わった俺やべえもう終わったって言うんだって。だから何跳ねたんだって言ったら、俺女跳ねちまったって。マジか何って言って、みんなでもってスライドドア開けてうわーって外で飛び出して見るんだけども、はい、どっこもへっこんでない、車なんかね。何にも、どこにも何の損傷もないんだって。あ、ないんですか。ない。もちろんその人もいないし、血の一滴も垂れてない。ほれでまだいまだにその車降りられないで、その2人はいるわけだよ、助手席と運転席と。お前らも降りてこい、何やってんだよ車の中でよって言ったら「いやおっかねえダメだ俺やんねえ」って言うから「いや降りらんねえじゃねえ、何にもなってねえからお前」って言って、そんなわけねえよってね、何がどうしたんだって詳しく聞こうとしたら「いや実はよ」こう走ってたら中央分離帯、こう車線があるじゃないね、その車線中央線のあたりから突然うわっと浮かび上がるように、女が一人前にボーンと出てきて、まともにその車の前でもってズドーンと跳ねたんだって。その時跳ねた時にその女性の体がブワーッと跳ね上がって、髪の毛をこう振り乱しながら左側にこう飛んでいくのが見えたって、はっきり。それ2人とも同じこと言うわけよ、前にいるやつが。2人が見てるんですね。だから間違いないっていうね。いやー絶対間違いない俺見たぞって、そんな何でもないなんてわけないって言われてみたら、確かにさっきドーンと急ブレーキがかかったと同時ぐらいにズドーンっていう衝撃があったのを覚えてたんだって。とにかく、まあ、そういうことなんであれば、お前がそこまで言うんであれば、運転してたのはお前だし、お前たちがそういうふうに見てたっていうことは、もしかしたらどっかその俺たちには見つからねえ、どっか吹っ飛ばされてるのかもしれないから、とりあえずじゃあ警察署行けよっていうことになって、みんな根性を決めて警察署行ったわけだ。そしたらまあ夜遅かったからっていうことで、まあ、一応その事故処理係がいたらしいんだけど、その警察官が言うには、それで遺体は確認、その被害者は確認したのかって言ったら、いやどこをどう見てもいないんです。いないんですって、お前じゃあとりあえず行くわっていうことになって現場に来た。強力なライトを使って何人もでもってこう探すんだけど、もちろんその遺体なんかない。でその万が一ゴロンと転がって隠れてしまうような深い草むらであるとか、側溝であるとか、そんなもんない。どんなに探したって被害者がいない以上は事故にならない、しかも車も壊れてないとなれば、今度はおめえらのしょんべん検査だぞって。そうかそうか、ああそっちか。で今そんなふうにこう冗談めいてんで言われたんだけど、いやそんなことはしてない、酒も飲んでない、まあいいわ、とりあえず何かあったら連絡すっからっていうことで返されたわけだよ。だからそれ車持ってるその車の持ち主本人も、なんともならない気分なわけだよね。そうですね。だから本当はその実家に泊まろうと思ったんだけど、なんかそれも時間も時間だし、いいわ帰るわって言ってみんなを送り届けた後、また一人で東京に戻ってきたんだって。っていうことはさっきその大きな事故のあったところをまた反対車線から今度はこう、そうですよね、通る感じになるわけで、そしたらもうさすがにその事故の処理は終わってたらしいんだけど、そこを通り過ぎて自分のマンションの方に向かっていく途中で、やつが言うにはだよ、さっきまでみんなが乗ってたんだけど今誰も乗ってないから後ろは真っ暗になってるんだっていう。自分が一人左側のシートで座って一人で運転してると、こっから後ろが全部真っ暗じゃねっていうね。この真っ暗な空間の中でっていう咳払いが聞こえたんだよなって。だから俺何と思うんだけど、この男もどっちかっていうとあんまりそういうことをこう信じてる男じゃないんだよね。それでこう自分家へついて、あ散々だったな、ちょっともう一回見とこうと、なんか血ついたりしねえだろうなって見るけど、かすり傷一つなかったんだって。やっぱりない。で家に戻って、まあ、風呂入ってとバーッと寝ようと思って寝て、で月曜日仕事に出た。でやつが働いているビルっていうのは、まあ、でっかいその大きなその高層ビルなんだけども。もう分かる通りね、よっぽどの大企業じゃない限りそれは全部占有してるなんてことないわけじゃない、ね、いろんな会社が入ってるわけじゃない、だから自分がそこへこう向かっていったら自分とは違う会社なんだけどよく会うんでなじみになったんだっていう友達が来て、こうポンと肩たたかれて「ういよ早いねお前何朝から同じね」って言われて「何言ってんだよお前」って「変なこと言うなよ」と「もう今日朝から。あんだ首も痛いし肩も重いんだからさ」お「おなんだよおそうかお我々今日も一日頑張ろうな」って言っちゃったので「何言ってんだ」って。ところがそれ以来、やつが例えばお昼にそば食べに行く、お茶が2つ出てくる、よくあるパターンだよね。喫茶店に同僚と3人で行く、4つ水が出てくる、そういうパターンがこう増えてきたらしい。ね、だけどやつは俺すごいなと思うのは、その都度「いや1個余ってっから」って「多いよ1個」って言って、普通にそれを返してたらしいんだよね。ああそうなんですね。もうちょっとでもこういう方向にさ、ちょっとでもこう傾倒したことのある人間であればさ「もしかして」ってなるやん。なりますなります。あの咳払いのって。ね、なのに「多いから」って「3人だから」って「まあいいや俺が飲んじゃうわ」とかね。そういう感じでこうクリアしてったらしいんだよ普段から。クリアしてった、ある日のこと、すっごいめったにそんなことないのに、もうぐでんぐでんのヘベレケ、ヘベレケって言葉は最近あんまり聞かないけどね。聞かないですね。もうぐでんぐでんになるまで酒飲んで、酒が強いんだよこの男。でああやべ飲んだ、ああすっごい久しぶりだこんなにそれってタクシーで帰ろうかなって。酔っ払ってるわ。へいタクシーってもうぐでんぐでんなってタクシー乗ったと、ね。そしたらさだんだんやっぱりさすがのやつも、ちょっと手を緩めないとダメかもしれないですねっていう感じでこう緩めてたんだって、でなんか頭もズキズキするしっていう時に限ってなんか話しかけてくるんだってよそのタクシーの運転手が。あんまりいない最近ね。それで「いや巨人阪神戦お宅どっちが好きですか?」とか「どっち応援してますか?」あ選手は何がどうでって「いやいやごめんなさい俺は大丈夫です」。俺はどっちかっていうと大丈夫です野球派ってこんなふうにこう返してたら「そろそろ着きますよ」「あれ?」って言うんだって。ね、信号もう自分家をもう本当に目と鼻の先、信号を止まった後に、その運転手が今まで散々こう野球だのサッカーだのいろんなそんな話をもうのべつ張り出してた運転手が、はい、突然一呼吸置いたと思ったら「うん、あれ？」っていうので「で何すか今度何どうしたの？」って「これ何すか？」って言ったら「うん、あれ？お客さん、お連れさんいつの間に降りたんですか？」って言うんだって。何言ってんだよ、もうなんでお連れなんだ、俺最初から一人に乗ってるじゃない」って言って「いや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 冗談やめてくださいよ」って「俺思ったんですから」って「いや男の方随分酔ってるけどこんな怪我してる人連れてなんでこんなに酔ってんだろうってどういう関係なんだろうって思ったんですよ」って「いやちょっと待ってどういうこと?」って。でちょっと聞かしてくれっておじさんに言ってその時も酔っ払ってますからね。いやじゃあないと思うダメなんですそれで聞いたら、はい、その怪我してるって言っても血だらけだとかそういうことではなくて、包帯をね頭にこうぐるぐる巻きにこう包帯をしてるんだよって、でだけど別にそのあれですよ、その包帯をしてるんだけども片方の目だからこっちかなどっちかの目だけが出てる感じで包帯をされてるんだけどねって「けどそのあの水玉のワンピースの女性ですよ」って「えっ？」ってそれを聞いた途端にやつは「はいもうすぐ着きます」って言ったところ「おおごめん悪いんだけど今そこ止めないで。メーターそのままでいいから悪いけど今から高速乗って茨城行ってくれる」って「おおちょっと待ってくださいよ、お客さんどういうことなんですかね」って「どういうことですか？」って言われたんだけど、それを説明すると絶対にこの人行かない嫌がると思ったので、はい、これなんでかっていうとそいつのおばあちゃんってのはね地元で有名なおがみ屋さんだったのさ。おがみ屋さん、おがみ屋さん、しかもねもう本当にそのお金もほとんどいただかない、はいね、でその立派なその仏壇神棚も何も祀ってない、だけどもその自分のところに一生懸命こう頼ってくれる人がいるので、その人の役に立ってるっていう、もう地元で本当に神様みたいな人だったので、そのばあちゃんっていうのは、だから俺とにかくもうこればあちゃんの今俺一番最初に浮かんだのはばあちゃんの顔だったから、ばあちゃんと行かないとダメだって思ったので、だから悪いんだけど俺の実家に急遽用事があることを思い出したので、悪いんだけど俺ん家ではなくて俺の実家に行ってくださいって言って、ずっとこう向かってたね。高速ずっと走る、で高速降りて下の国道に入る、国道から、県道に入る、県道から町道に入ったあたりで、運転手がやたらとルーミラーをこう見て、で「うー」ってで「うー」ってこうやるんだって。だから「でさどうしたの？あもうすぐだよ、もうすぐだよ。あれ？え？あれ？ばあちゃん家の前にいる？」もう夜中の3時だよ、ね、なのに家の前でこうやって荷下ろして自分のこと待ってるんだってばあちゃんが。へえ。家の前にタクシーが止まってお金を払う。でお金を払ってその今降りる時に運転手さんが「どうした？大丈夫？なんかあったの？」って言ったら「いやどうしよう、俺明るくなるまでどこかでサボってこうかな」って言うんだって「どうしたんだよ、俺何も言ってないよねあんたには」って。いやいやさっき言ったじゃないですか、お客さんお連れさんいつ降りたのって。違う降りてないよ、いるよ、ずっといたよあんたの横に、あんたの横のに座ってあんたの方ずっと見たまま。震えながらずっとあんんたの子見てんだよ、ここに。早く降りて、早く降りて、降りて、降りて、降りてって言うので。で、うわバーンってドア閉めて、うわーって行っちゃったんだって、そのタクシーがさ。それさ、そのばあちゃんが、家ならダメだ、今入ったら。何したと思ってんだって。こんな時間に、今みんな家のもんみんな寝てるんだから。な。今みんながぐっすり寝てる。今ここでお前が一歩でも家の中に入ったら、家の、今寝てる、な、家族の、全員の枕元に立つぞ、それって。やっぱ分かってたんですね、おばあちゃん全部。うわ、すげえ。これは、決して悪いもんじゃないんだよ。ね。かわいそうなもんなんだ。かわいそうなもんなんだけど、お前が情をかけちゃったんだよって。だから、うん。その瞬間にもう頼るものがなくて、おそらくもともとの一緒にいたのもダメだったんだろうって。その事故を起こした、要はその運転してた、その彼女が運転してたんじゃないみたいなんだよ。おそらくそういうことでもうお前のところに来たんだと思うぞって。結局そこで中央分離帯のところで曲がって亡くなってた遺体は、その水玉のワンピースを着てた女性だったわけですね。うん、それでその後から自分たちの仲間に「いやー俺こないだよ参ったよ」と「こんなことあってよ」っていう話をして分かったことは、はい、みんながみんなその血だらけで頭が割れちゃって、髪の毛ついたまんま頭が割れちゃってっていうね、そんな状態の遺体を見て「うえっ!」って思ったのが9割で、そいつだけは「うわーかわいそうにこんなところで生きたいで」って思って。たらしいんだよな。思っちゃったんですね。だ、そこへ情をかけたっていう。そうそうそう。はあ。うわ。そのおばあちゃんのそのお祓いをしてくれたんですか。そうそうそう。でもなかなかやっぱり離れて納得してくれなかったって言ってた。話すとかなんかその。うん、切るとかなんとかじゃないんだよね。そのばあちゃんが言うのは、うん、話をして分かってもらうって、ね、うん、お前がいるとこじゃないでしょって、お前が行くところはちゃんとあるでしょ。で、今そんな風に人にそれを災いをなしてることになるんだから、ね、自分のその魂が汚れるだけなんだからってことをこんこんと話すんだって。うん。そしてその上がってもらうというか、行くべきところに行っていただくっていうことらしいんだけどね。そうなんですね。お祓いで払ってどっか行かすんじゃなくて、違う本当に上がってもらうんですね。そう、行くべきところに行ってもらうっていう。本物や。うわすご。そうらしいんだよ。こいつは今もう茨城帰ってるよね。あ、そうなんですね。地元でうどん屋かなんかやってんじゃなかった。さあ、蕎麦屋か、蕎麦屋やってんだ。へえ。そうなんですよ。情をかけていけないわけではないけどもね。うん。だけどよっぽどだったんじゃない。おそらくその彼女自身も何か、もしかしたらその事故の原因に何かその一枚噛んでるかもしれないしね、その子がね。それでやりきれなくてっていう、あるかもしれないですね。そんなお話でございました。ゴーストコンテンツ、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をよろしくお願いします。久しぶりだ、こんなにそれってタクシーで帰ろうかな。酔っ払ってるわ。you taxi タクシー止めてだから乗り込んでうまいなやっぱなそういうのうまいっすね細かいのがねこれ余談だけども言っとくんだけど、はい、酒にこう酔って、うん、その酔って話すやついるでしょ、いや酔っ払っちゃったねもういいね気持ちいいねとかこれうまいねって言ってるうちに、ね、鼻にかかりだしたら声がやばいからね大体ね。ああなるほどなるほど。随分いただきだしてやってうまいわってなってくるともうこいつには飲ましちゃダメだからね。もう爆発寸前だからどっちかって。なるほどね。それをさらに続けていくとちょっとねおじさんが気持ち悪かったからした。ちょっと気持ちが悪くなって。ビールですからね。いやもうねお見事階段の途中ですけどすみませんお見事お見事もうとにかく前の人は全部逃げないとそうですねやばいようになるんでシャーっていきますからやつの場合もやっぱりもうぐでんぐでんになってタクシー乗ったとねそしたらさだんだんやっぱり。ぜひご参加ください。ゴーストコンテンツチャンネル登録お願いします。ゴーストコンテンツ。ゴーストコンテンツ。